おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。ちょっと今日は出先からなので少し背景とかいろいろ違いますが、このチャンネルではマイクロビットっていうマイコンの説明をしています。で、今はマクイーンっていう走行型のロボットのプログラムですね、を説明しています。今日はですね、前回ロボットの裏にあるカラーの、フルカラー表示できる LED を、まあ、いろいろで、青色で点灯させるというのをやりました。今日は少し、今、いろんな色を表示するというプログラムを作成したいと思います。それで、今日は、マインドプラスですね。Mac 版の 1.6.1 というバージョンで、説明したいと思います。実物がですね、今日はちょっと出先でないので、プログラムを作るところだけという形で説明させてください。はい。ではちょっと画面共有をさせてもらって、まあ私のホームページでこれですね。起動してもらって、言語は、まあここで切り替えれるんですが、残念ながらまだこのバージョンでは英語、中国語、その他という。残念ながらまだ日本語はないですね。韓国語とかあるんですけども。と、まあ、仕方ないので、英語という設定でやっています。で、ブロックの読み込みは、ここのボタンですね。このボタンを押して、マクイーンというのが出てきますので、これを押してもらって、このマクイーンのブロックを増やすということです。で、このあたりも全部英語になってますが、まあ、スクラッチと同じ色なので、スクラッチをに馴染みのある方であれば、まあ、色で見ていただいて、まあ、アイコンの形だとかで、まあ、判断していただければと思います。これはですね、このスクラッチのこの青い旗を押すと、プログラムが動くよというボタンで、それを置いた後は、マクイーンの色をつけるというのをやりました。これですね。で、もうマクイーン専用なので15ピンの0番目を青にするというふうになってて、右クリックで複製というのができますので、これで複製としてやれば、まあこんな形で4つですね。この一番上で複製ってすると、その下全部が複製されるので、こんな形になります。ちょっと今はいらないので捨てておきますが、ここにどこですね。今も捨てれたのかな？なくなった、なくなってますね。で、これで色を変えていくわけですね。0番目。コンピューターは0から始まることが多いので、まあ、4つなのですが、0、1、2、3となっています。で、これで色を、1番目は、青、黄色ぐらいの方がいいですか？黄色。で、赤。で、紫。こういうふうにすると、4つそれぞれに色を指定できるということになります。で、その後ですね、コントロールというやつに、このリピート10回と、10回繰り返しで、色を変えたやつをですね、ローテートというのがあって、これで順番をですね、送ることができるんですよね。と、ここのやつをここに送ってというふうに回していっても、回していくブロックですね、というのがあるので、これを、まあ、10回回してやると、どうなるかなというふうに、どうなるかなと。いうことで、これ実物つないで動かしてみたいなと思います。ちゃんと確認してから動画を撮ればいいんですが、今日はちょっと出先で実物がないのでですね、こうやって、まあ一つずつずれてくれるということを期待しています。で、コントロールの一番上にある時間待ちですね、1秒ごとに一つずつ送って、で、最後全部消すというのがあったと思うんですが、クリア、オール LED。これで全部消えると思うので、これで実行して、ブロックですね。このように変わるかというのを
明日、次回ですね、実物に書き込んでやってみたいと思います。今日はプログラムの説明だけになりましたが、皆さん、マインドプラスのエディターどうでしょうか。私はマイクロビットの方がやりやすいなと思っているんですが、この LED についてはですね、マインドプラスの方が非常に書きやすいです。で、これで、まあ、動作が できて確認できたら、まあ、これと同じ動作をですね、マイクロビットで、のメイクコードエディターでできるような動画を撮っていきたいと思っています。今日はご清聴ありがとうございました。よければぜひチャンネル登録もお願いします。